はい、どうもこんにちは。今回のまた Life is Strange Before the Storm ボーナスエピソードのね、続きをやっていこうかなと思います。前回は、このボーナスエピソードっていう、いわゆる、そのマックスとクロエ、てかマックスがクロエとお別れする前の日かな、の最後のね、お別れの物語を今やってんだけど、ボーナスエピソードの。もう少ししたらアルカディアベイを離れるなんて。で、前回、ちょっとやって、ちょっとエモいな、みたいな 感じになった後、この宝の地図から、宝の地図を、思い出の地図を見つけて、じゃ宝探ししようぜってことになって、今、やってる感じここかにな。ある本を誰かが読んでるところ見たことない。いいとこに本棚あるな。何年か前に転んでここを折っちゃった。でもクロエが代わりに怒られてくれたんだよね。最後まで私のせいだって言わなかった。最高の友達。最高だよな。守ってくれてんだもんな。おじさんおばあさんの部屋にあるっつったな、今。この扉が異世界への入り口だってわか妄想をる。よくしてたわな。かるわ、それ。マックスわ私かるにはわ。殺人事件の捜査とか無理だと思う。向いてない、結構でも。通報エールズのベルギーワッフルは世界一。他のお店じゃ出せない味だよね。これ待って、これベッドの向きが違うな。あん時と。今焦点が。おばさん、この写真を仕事に持って行ってるんだね。いい写真だね。いい写真だよ。あ、踏み台あった。おばさん、子供に勉強を教えたいんだ。絶対向いてると思う。教職、教育免許、教、教、最多ストラ教、イク賞？はい。すごいんだけど、なんかちょっとダサい気もする。あれかな、町内会かなんかのやつかな。クロエは旅行のことなんて言ってなかった。もしかしてサプライズ？すごい。写真にあったね、写真に。あ、まだ見れたな。クロエは自然オタクだからきっと喜ぶだろうな。やっぱあの時と違うね。ドラッパグソコンやも古農い場わ。がおじさんたちと面談？何の話だろう。心か、お嬢様これまでより複雑な環境に戸惑い、馴染めずにいるようです。なるほどね。馴染めてないんだ。さっきも話してたもんね、ちょっクロと。エ喧嘩でもしたの？そんなことしないのに。おじさんがかばってくれてよマリかっス・サルジた。ャーさんは被害者です。ではなく、娘をいじめている本人です。疑いかける前に。留守電？まだ残ってるかな。留守電。言い忘れてたけど、昨日の留守番電話にロジャースさんからメッセージが残っていたよ。まだ消してはいないわ、いない、いないけど、クロエに聞かれたくないから、再生するときは注意して。兄弟がいるの羨ましいな。教育、お父さんの兄弟かな。おばさん禁煙するのかな。鳥うるさくない？気のせい、これ。鳥めっちゃうるさくない？おじさんとおばさん素敵だな。この写真そういうことだったんだ。おじさんは、おばさん若い頃イケてんね。今じゃあれだけど。一瞬鳥の声、俺の方の世界かと思った、一もう瞬。少しだ。うっあとちせえょっなぁとと思っでてた手がら、届く。違ったわ。マックスの世界だわ。チュン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 泣いてたの。これは？おじさんはいつも家を改装してる何、気あがと一する。個、どこ？お芝居とかハロウィン用にメイクするのはいいんだけど、普段は興味ないな。ちょっと女の子、頑張ってくれ。この戸棚の中身はいつまで経っても変わらない。ある程度の年になるまではね、あまいりつも泊まりに使来わるないからね。私の歯ブラシまで買ってくれた。それももう終わり。したるなぁ。悲しい気持ちになるからやめてほしいなクロエはまだ海賊になりたいって思ってるのかも。ぁ。このタオルまだ使ってたよな、確か。ビフォー・ザ・ストームの時ね。どこ？あと一個。
あ、黒の部屋見れるのか。見れねえわ。アルダ組の計画はいつもクロエの部屋でしてたけど、クロエと会う前にまずはお守りを見つけた。ああ、はいはいはい。じゃあこんなここにあるんだな、この世界に。なんかないっすか。脚立っぽくなってきたけど、まだちょっと高さが足りない。高さが足りない。んで、な、あるっけ、なんか。あ、これ本をやるの？いいね。いいとも言えないけど、一概には。でけえ本だな。図鑑みたいなサイズじゃん。靴脱げよ、お前。危な。本の上乗るの怖。危ない危ない危ない。あ、ここでセーブくんのか。ちょっとずれたな。ここでセーブか。あ、何分からだっけ、俺忘れちゃった。あ、あと20分ぐらいか。ここでセーブくるか。でもこれ屋根裏終わったら多分セーブされないかな。わくもんすごやった。ライトなくね。でも怖っ。ライトあるんかい。よかったな。うわー、物だらけ。どうやって。雲の巣がすごいな。あった。うわ、すげえ神々しい。なその子クロエったら、あんなところに隠して。なんとか向こうに行かなきゃ。ん、見ていいっすかこれ。落書きはされてない。がっかり。これはさっきのアイドルのやつかな。ちょ、見えな。こっちから行けない。あ、こっちから行けないんだ。リトルフットを見たとき、巻き戻すのに永遠かかったんだよね。ああ、スペックね。スペックの差ね。はいはいはい。捨てられなかったんだね。クロエが思い出を大事にするのはおばさんたち譲りかな。いいね。この椅子がある限り通れない。邪魔だ、どけ。おい、古い椅子だ、捨てろよ。これは捨てろよ。これなら間を通れそう。いいね、ダンジョンな、ダンジョンに。どこだ、進む。見事なまでにダンジョンだな。うまい具合にできてんな。お、綺麗にタオルだな。どうする。基本的に多分このなんか見れるものを見ていけばいいんだな、多分。私こんなにマッチョでよかった。じゃなかったら家具動かすの大変だもんね。はい。クロエが5歳の時に作った飾りだらけ。本人は恥ずかしがるけど、私は可愛いと思う。うん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 。机を動かす前に。ドレッサーをどうにかしないと。このドレッサーも可愛いな。だから虫いんだけど、ここ。おいおい。まあいいや。雲いたよな、今。怖、この上での作業。よし、いい感じ。ほこり舞ってない？大丈夫？下の階。まだ引けんじゃん。え？ここは引けるかな？これでもう通れるくない？普通に。これ付け押さなくてもいいよな、別に。あ、クーラーボックスある。ここを通るにはまず机を動かさないとダメだ。え？こっから行っちゃダメなの？あ、思い出見れるだけか、これ動かしたけど。おじさんの大学時代か。どんな感じだったんだろう。ちょっと見ちゃっていいかな、おじさん。ちょっと当時のものが残ってるかも。おじさん、
ヒッピーだったんだね。服か。おじさんの大学時代か。どんな感じだったんだろう。終わり？あ、うわすごい。いろんな思い出を取ってきたんだろうな。屋根裏部屋ってあるかな。なんかあんまり俺子供の時とか行ったことないからわかんねえんだよな。今すむしろなんか屋根裏あんのかなってぐらいの。アイパッチ持ってこうぜ。今日にぴったりだ。そら持ってくよ。何言ってんの。服もあんじゃん。よほ、今つけろとは言うてない。危ない危ない。お前片目つぶすとか危ないだろ。お前こんな狭い空間で。おいおい、で自ら追い込んでんの。結構重いな。腰にも巻いてるし。なんか空っぽでよかった。結構力あるね。でも本当結構重いと思うぞ多分。普通にやった。来た。行きましょう。あ、レコード、ちょレコードプレイヤーちょっと見たいな。ん、なんかカントリーミュージックのレコードがないってことはおばさんのだ。これみんな撮れるじゃん。てかおじさんのカメラだったんだな、それ。てかもともと、でもライフイズストレンジの時にさ、おじさんからカメラもらったよね確か。写真が追加されてる。いいね。この感じ多分そんなに撮る回数ないな。失礼するよ。結構難解なダンジョンだな。結構複雑な作りしてんな。あ、着いた。噂をすれば。何この神々しい物体。何これ。プラスチックかこれ。でこんな神々しいの。もらった。これなんていうかすごいのかな。どうやって使うんだっけ。しっかり立て。しっかり立て。青ひげは誰にも止められない。遊んでんじゃん。もうかわいい。かわいい。いいとこに座ったな。てかクロエ・プライス、私の親友。楽しそう。久しぶりに屋根裏に来ると変な感じ。昔は何歳だっけこれ。子供の頃は自分を傷つけるものだけが怖い。でも大人になっていくと大事な人を傷つけることの方が怖くなる。あと雲も。観念しろこの野郎め。ああ寂しくなるな。いや悲しいな。なんか別れってのは一周したかな。行きますか。何ぼーっと見てんだよ。いや、自然に振る舞おうぜ。光が恋しかっただけ。この洞窟、私が思ってたのに少なかった。楽しもうぜ、そこは。恐怖は乗り越えたか。まあ、一応ね。でかした。じゃあ、早くお宝を探そうぜ。いい船長をお持ちだな。しっかりした船長棒を持ってんじゃん。あ、セーブ来た。いや、早いよ、セーブ、バカ。まだ、そんな時間経ってねえもん。セーブのタイミングがわかんねえ。これでまた次微妙な感じで終わんな、これじゃあ。お、合流しました。何歳だ、これ今。この子たちは。あ、
秘密の場所があれなんだ、部屋っていう設定なんだ。なるほどね。ブラックエルアカデミーって大学だっけ、高校だっけ。でも多分年齢的に多分中3ぐらいか、クロエ。じゃあ、いや違う、高1か。え、中学生か。わかんねえ。あ、秘密の場所がクロエの部屋で、クラキー洞窟が屋根裏部屋。宝島なんだこれ。クラキ洞窟を突破したな。さすがマックスシルバーだ。お宝を探しましょう、船長。早くお守り見せてよ。クロエ大興奮だ。早くお守りを渡さないと板渡りの刑にされそう。いろいろ見ようよ、一応。やっぱ青が嫌いってわけじゃないけど、前の色が恋しいな。前の色って何？昔、クロエの顔にテープをつけて青いひげを作ったことがある。貼るのはともかく、剥がすのは大変だったな。マスキングテープは粘着力強いからな。痛いぞ、普通に。この実験面白かったな。まさか本当に育つとは思ってなかった。本当に育つのか？実際やってみようか、これ。リアルで育つんか、本当に。いつもクロエとここで宿題やってた。今は違う。ここで宿題やんのいいね。変な感じ。クソまぶしそうだけどいいね。おもろそう。飛び込めるくらい溜まってたらよかったのに。まだ9月だ。あと何週間かすれば飛び込める。な、心の声聞こえんの、ね、あと何週間。心の声じゃなかったのか、マックス。クロエのボトルロケット飛ばした時髪がソーダまみれ。もうベトベトじゃん。おっと、そいつは船長のラムじゃないか。まさか飲んだの？おう、嘘、飲んでない。ゴミ箱漁って瓶だけ拾ってきた。よかった、安心したよ。それマックスは真面目だもんな。そこのさ、あれだよな、本当にマックスの方がよっぽど思い出とか覚えてそうなのにさ。クロエ、何これ、陸地だ。陸地だ。ああ、そういうことね。はいはい、陸地見つけたぞってポーズをねやってもらったんだ。どんな写真？ああ、いい写真ね。なんか進んじゃった。時を止めてずっとこの瞬間にとどまっていたい。船長、あ、ブランコ、まだブランコあった。ブランコは大荒れの海を再現するの。てか、いいね、なんかこんだけ遊具があると楽しいでしょう。この絵の中の世界に住めたらいいのに。投げる？たくさんの時間を過ごした場所、見慣れた光景。投げる？落ち着くな。投げるって何？投げるとかあるか？おいおい。そこに投げんの？こうして遊んで昔のお宝を探してるけど。思い出の絵じゃないのそれ。そこに投げんの？中かな。罪悪感だけがどんどん大きくなっていく。まあ、早く言わないとね。辛いよな。なんかソフトボールみたいなサイズだな。一体どうすれば。おっと、オス。私はメスだ。船長、オタク。じゃあオタクで。どうじ。アホ。アホ。そっちがな。引き分け。ああ、よかった。
危な。下手したら空気悪くなるぞ、このやりとり。下手したら空気悪くなる遊びだったのに危なかったな。船長、お守りを持ってきました。ちょっと待った。止まれ、この無礼者。船に乗る前には船長に許可を取る必要があるだろうが。船長持ってきたんです、お守りを。乗船許可を。偉大なる青ひげ船長、乗船許可を。よーかろう。昔やってた遊びなんだな。だからマックスはちょっと大人びてるからさ。よし、あれなんだよな、多分。確か、くそ、くっつけ方を忘れちゃった。待ってて、テープ持ってくるから。ありがとう。それで見れるんだ。お宝の前にまずはテープを手に入れなきゃ。船長、待ってください、今行ってきます。これなんですか、船長。これってこんなに小さかったっけ。かわいい。まだ持ってたなんて信じられない。かわいいおもちゃだな、これ。クロエらしいかな。うん、なんかこのシーン切り変わったらセーブ入るんじゃないかっていう、あ、走れる期待を込めてちょっとここまでやるか。時間伸びちゃうかもしんないけど。よし、お宝にまた一歩近づいた。一体何なんだろう。船長、船長、テープ持ってきました。船長、走っていきます。船長、船長、今朝話せる。今日は海賊ごっこして遊ぶぞって言われてもきっと信じなかったと思う。ダサい格好までしてな。ああ、でもそこは分かってんだ。クロエはダサくなれない、私もダサい。どういうこと、会話なってなくない、これ。ダサくなれない。クロエはダサくなんかないよ。なろうとしても無理。嬉しいけど、親友ならそう言うしかないからな。ちょっと読まれてるね。なんつうか、今日は小さい頃に戻った気分なんだ。これを作った時まだ8歳とかだったなんて。ああ、よくこんなちっちゃい頭で考えついたよ。さて、早くお宝を見つけようか。でもなんかさ、任せた。子供の頃のノリでさ、こういうさ演技やってたとすんじゃん。あれだよな、一周回って別になんかさ、大人になるとさ、それはなんか演劇なんじゃん。私は船を見張ってるから、ね、テープを探して。だから一番この中高生ぐらいが一番なんかこう演劇ってバカらしいってなりそう。だからもう大学生とか社会人になったら一周回ってなんかその演劇という風に見ちゃうからさ。遅かったな。楽しめそう。探し物は見つかったか。はい、船長、見つけました。海賊テープです。青ひげ船長、七つの海で一番くっつくテープを持ってきやした。はい、大変でした。よくやった、我が友よ。昔を思い出すな、マックス。いつかアルカディアの海を支配しようぜなんて言ってたの覚えてる。ずっと海賊でいられると思ってた。でもさ、この海賊ごっこをさ、ライフイズストレンジで見たけどさ、マックス結構覚えてたんだよね、海賊ごっこのことを。確か海賊の醍醐味はバカ騒ぎと壮大な冒険でしょ。うん、今でも十分海賊だよ。海賊だよ。そうだな、いいね。てか望遠鏡とか船長帽とかいいの持ってんな、お前。じゃあお願いしますよ、マックスシルバー。いいですか、自分ちょっと行かせてもらっていいですか。ちょっと本当に、もちろん。ほら、お宝の方角を教えてくれよ。え、それでわかんの。なかなかトリック使ってんな、お前ら。子供の頃にしては。あれ、これどうやって使うの。レンズの絵だ、何かとぴったり合うはず。あ、やれと。やってみる、ね。オッケーオッケー、任せろ任せろ。この絵を何かと合わせればいいんだよね。え、何かと合わせる。あ、これこうじゃないですか、これ。あれ違うな。え、むずくないこれ、急に。まだ見えてこない。もっと回してみよう。でも宝の地図的に多分こっちなんだよ、武器的には。あ、船が見えますね、こうしたら。どこだこれ。
え、どこで会うのこれ。ちょっと待って、え、これ絶対回しすぎだもんな。これ多分この向きがだってあれだから。惜しいな。うん、いろいろ試してみるしかないか。惜しいか。あ、ちょっとやってみるわ。ちょっと時間かかる。角度は合ってると思うんだけど、どこに重ねるの？そうそうそうなんだよ、バックス。分かってんね。あ、ちょ、感度。どこだこれ。あ、これじゃない、ここじゃない、この家じゃない。来た。分かった。来たー、いい家あったね。どこだ、ここ。あ、右って分かる。お前から見て左。お前から見て左か。左に。そうだね、そうだね。右だよ、お前。そっち右だろ。右だって、そっち。左だろ。なんかお前から見て、そっち左、黒いの右。そっちの左じゃない。向かって左。そうそう、お前のこと考えてんの、俺は。向かって左の反対側。そっち。左に動け、お前のこと思ってんだから。ああ、来た来た来た。私の方に来て。その草、そこそこそこ。そこそこそこ。そこ。あ、見つかっちゃうなんて。これ見つかっちゃったらまずいんだけど、これここで時間がっつり食っちゃうじゃん。見つかったらダメなんだけど。てかね、子供の時にしたら結構頭のいいトリック使ってんな、二人とも。あ、賢い子のトリック。今までやっと思いつくわ、これぐらいのトリックなんか。あれ、こんなのうちら埋めてないよな。え、あ、セーブされた、終わろう。あ、そういうなんか衝撃のあれがあんだ。ちょっと場面切り替わったら終わるわ。こうやっぱ結局やっぱ Life is Strange の世界観というか、ちょっと奇妙なことが起こるんだな。はい、というわけで。あ、でも、こう終わるんじゃねってか、次で終わんじゃねこれ。下手したら。あ、いや、とりあえず今回はね、これぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。